ポチッとな。ついてるともみん。ヘイヘイ、ほーおーおーおおお。そんな感じで。さあ、今日も行きますよ。さあ、エンジンスタート。さあ、ライトもオンして。出発進行ですね。右押し、左押し、全部押しっつって。はい、そんな感じのついてるトモミンでございますよ。すごいですね。今日はあれだね、エンジンスタートから始まりましたね。道路ムービー、違いますよ、ロードムービー。あ、いいかもね、道路ムービーっつって、新しいジャンル。ロードムービーって言ったら、ほら、ちょっとかっこいいじゃん。かっこいいからさ。あえてちょっとダサくして道路ムービーっつってどうすかムッキーラさん、道路ムービー、ロードムービーじゃなくてまあいいんですけどね。はい、行きますよ。第4まで行ったんで、次は第5番目のチャクラ、第5チャクラですよ。赤、オレンジ、黄色、緑ときたら次の色、青です、ブルーです、ブルーです、ブルー。それはどこかと言いますと、喉です。はい。ここの喉のチャクラ、喉の神社は何かと申しますと、もう喉はわかるよね。何するとこか。そう、声を出すところ。ってことは、どういうことかと言いますと、今までインプットされている部分があるじゃないですか。第1チャクラと第2チャクラと第3チャクラと第4チャクラ。第一、第二は第一、地球から、うん、第三、第四は世間様からね、自分からだったりとか、エネルギーを充電しました。さあ、入れっぱなしじゃしょうがありませんね。どうしましょうかって言ったら、出すですよ、出すですよ。そう、アウトプット、自分から発信するってことですよね。発信ですよ。そう、声に出したりとかね、与えるってことだよね、要はね。そう、入れた情報を出すっていうような感じ、うん、エネルギーをここから出して皆様に与えましょうよっていうチャクラですね。なので腹式呼吸で歌を歌うとなんでいいのかっていうと、第2チャクラと、ね、腹式第2チャクラ、丹田ね、丹田でしょ、と第5チャクラの喉、これを両方から出すから、だからみんなの心を打つような歌が歌えるようになったりするんです。喋る時も腹式呼吸で喋れば伝わり方が多分いいと思います。喉で喋ってるとこういう感じ、うん、なんか適当に聞こえるでしょ、こうやってると。でもお腹から声出すと、あのさって言うと聞きたくなりますよね。そういうことなんですよ、うん、だからお腹から声出す、うん、腹式呼吸で話せば両方、第2チャクラと第5チャクラが活性化するんですよ。どうですか皆さん、これつながってるでしょね。それの行動力はどこかって言ったら、第1チャクラが行動力を足から吸ってるわけですよね。それをエンジンをかけるのは第2チャクラでっつって、第3チャクラと第4チャクラで、この世間様からのこうどうなのこうなのっていうのが入ってき、自分からのどうなのこうなのが入っていき、うーんっつって、それをどうしようかっつったら、アウトプット、自分がしてもらったことを今度は他人にしてみようっていう、そういうことですよ、ね、この与えると何がいいかっていうと、満足感が得られるでしょ。満足感に得られるってことは、人から感謝されてるってことでしょ。人から感謝されないと満足をしないわけだからね。そう、だから満足感、これが第5チャクラを活性化する方法なんだけど、どうしたらいいのって、満足感ってつったことは人に与えるんです。いいことを与えるんです。ダメだよ、あの嫌なこと与えちゃ嫌なことはやめてくださいよ。ちゃんといいこと与えるんですよ、はい、だから僕なんかがやってる YouTube はそういうことなんです。だからヤッホー軍団、パペット軍団の皆さんはもう本当に心底心から
自分のためではなくて皆さんのためにこういう話したらみんななんかこういう話で元気になるかなとか、うん、こういう話聞いたらなんかハッピーになれるかなとかさ、そういうのを皆さんあげてるのよ、うん、だから与えてるんです、皆さん喋って口で、うん、あと動画撮ってる人は動画で、そういろんな景色を撮ったりとかさ、風景撮ったりしてる方はそれを見てほら癒される人もいるわけじゃないですかね、そういう人のために撮っているんですよ、うん、で自分で見ても気持ちいいしねだって自分が気持ちよくなかったら他の人が見たって気持ちよくないでしょってことですよ。だからまず自分、最初に言葉ありき、まず自分ってことですよ。はい、そんな感じ。第5チャクラアウトプットでしたね。第5チャクラになってくるとだいぶこうスピ系になってくるよね。 すごくもう元そもそもさそうなんだけど、スピリチュアル系なんだけれどもさ、でもなんていうの、もう第6チャクラとかになってくると今度ほら頭の中の話になってくるでしょ。もう神秘的じゃないですか。いいじゃないですか。ミステリアスっていうんですか。あれなんだこれ、あれあれ、ちょっと待ってくださいよ。なんだなんだ、会社の電話が、あ、聞いたことない音楽なんてのと思ったらアラームでしたね。なんだこのアラームはまあいいか。はい、そんな感じのついてるともみんでございますよ。え、なので次の動画は第6チャクラいきますよ。やっぱチャクラの話は少し長くなってしまいますね、好きなんですよこういう話。チャクラに目覚めてしまったので私いいじゃないですか、チャクラ大好きだな、まあ、だからそうね、チャクラっていうと分かりにくかったりするとなんか何それって思っちゃうとあれだから、分かりやすく言うたらあれですよ、神社だと思って、自分の中に神社があると思って、だから今下から順番に 1,2,3,4,5 個目の神社まで来たよってことよ、うん、そういうこと。はい、じゃあそれで第6チャクラに行こうと思いますが、次の動画ですよ。はい、そんな感じでここ一回閉めますね。いきますよ、エンディング。いいことあるぞー、おついてるとマミ。はい、この動画を見てくださいました皆様に全ての良きことが雪崩のごとく起きます。本当ですよ、言ってしまったからもう起きるんです、最初の言葉ありきです。はい、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。パペット軍団とヤッホーチームにもねからも結構 YouTuber 今出てるので、その方たちもね本当にもう皆さんにこういう話聞かせたらみんな喜んでくれるかなと思いながらやってます。でも誰とも会ったことないんですけど、すごいつながりが深いんですよね、絆というか不思議なこともあるもんです、これも奇跡です。はい、そんな感じのついてるともみんでした。いつも明るく楽しく元気よくついてるともみんがお送りいたしました。じゃあね、バイバイキン、次の動画でウィンウィン。